生物兵器。生物兵器とは、細菌やウイルス、あるいはそれらが作り出す毒素などを使用し、人や動物に対して使われる兵器のこと。国際法、ジュネーブ議定書で使用が禁止されている。生物兵器を使用した戦闘を、生物戦という。歴史上、医学や、細菌学の研究、生物兵器に対する防御法の研究という建前で、 密かに開発が行われていたことがあり、現在でもその可能性はないとは言えない。核兵器などに比べて簡単に入手ができ、ある程度の知識と設備があれば培養も容易で失敗したとはいえ、オウム心理教が炭素菌を培養して散布した、与える被害が大きいことや、以下の特徴からテロリズムなどに使われることが危惧されている。 核兵器の開発は高度な技術と施設が不可欠であり、化学兵器も兵器として十分な量を製造するためにはそれに伴う規模の施設と原料が必要となる。核兵器、生物兵器、化学兵器の3つを合わせて大量破壊兵器、またはこれら3つの頭文字をとって NBC 兵器もしくは ABC 兵器と呼ぶが、この中でも生物兵器は 最も費用対効果に優れる。しかし、生物兵器の中には、ある程度の知識と技術があれば大掛かりな設備が、なくても製造することができるものも存在する。反面、使用時の外部条件、例えば気象に左右される部分が多いこと、与える被害を予測しにくく、その場で効果が現れることもないため、他の二つに比べると兵器としては使いにくい。だが、例えば、 世界的に甚大なダメージを無差別に与えることを目的とする場など、生物兵器が有効である場面は多々存在する。生物兵器が化学兵器と大きく違うところは、細菌兵器を例にすると、感染してもすぐには効果が現れず、人から人への感染を起こすことである。感染の方法、感染力は様々であるが、生物兵器の多くは、 生物から生物へ感染する。化学兵器は、風の影響や、付着していた化学兵器の蒸発による二次被害などがあるものの、基本的に被害は散布された周辺のみに留まる。しかし、生物兵器は感染者が移動することにより、広範囲にわたって影響を及ぼす。特に第二次世界大戦後は、丸1日あれば、飛行機で世界のどこにでも行けるほど、 移動手段が発達しているため、被害は想像以上に大きくなる可能性がある。特にテロリズムに使用されやすいとする、もう一つの理由は、潜伏期間の問題で、感染してから数日経ってから発病するため、感染経路の特定が難しく、その間に実行犯は国外などへの逃走が可能となる。世界保健機関は、生物兵器は、 それがもたらす傷病を別にしても恐怖を与えるという意味で心理戦としても使用されるという。実際に病原体がテロに使用された生物兵器テロ事件の例としては2001年のアメリカ炭疽菌事件日本国内ではオウム心理教による1993年の亀イ戸異臭事件炭疽菌を使用失敗に終わったためテロ未遂事件とされている。そして 同教団による1995年の霞が関のボツリヌスキン散布、こちらも失敗に終わったが挙げられる。古代ギリシアでは、アテナイ軍がヘレボルスという有害な植物を切るハの水源に投入し、住民は激しい下痢を起こし、アテナイ軍は侵略することができた。東ローマ帝国は城壁都市に昆虫爆弾を使い、 トンネルに蜂を放って敵を撃退したり、サソリを入れた爆弾を投げつけたりした。西暦千年から1300年には蜂の巣の投下が行われた。1348年にはジェノバの港町カフ派フでモンゴル軍が生物兵器として病気の患者の死骸を投下し、ペストを広めた。1710年、エストニアのタリン、レバルでペストが広められた。 1763年6月、ポンティアック・オブワンディアグの反乱で、天然痘に汚染された毛布やハンカチが配布され、ジェフリー・アマースト少将は、忌まわしい人種を絶滅させると述べた。また、アメリカの立革命で、天然痘が繰り返し発生したが、これも最近戦として行われたという。生物兵器に対する、最も有効な対応は、兵器として使用する、 可能性のある国家、組織に生物兵器を保有させないことである。そしてもし生物兵器が使用された場合には感染の拡大を防ぐため患者の隔離と治療を行う必要がある。生物兵器は従来より戦争で使用する兵器としての保有は生物兵器禁止条約で禁止されている。百九十五年の地下鉄サリン事件を受け世界的に 化学兵器及び生物兵器の保有に関する法体制の整備が進む。特にアメリカは2001年に炭素菌を使用したテロが発生し、法整備がなされた。日本では1982年に生物兵器禁止法が制定されている。多くのウイルスや細菌は人から人への感染を起こすため、感染者の隔離が必要となる。通常は患者を隔離し、 患者と接触した人へのワクチン注射を行えば感染を防ぐことができる。しかし、兵器として使用された場合には多くの人が感染することになるため通常の隔離では対応しきれない。そのため状況に応じて地区の隔離や最悪の場合その国への渡航を禁止し国丸ごと隔離する必要がある。炭素菌は非常に取り扱いやすく発芽するまでは各種薬品や 紫外線などに対する耐性も非常に強い。しかも、肺に感染する、肺炭素にかかった場合には、致死率が90%前後に達する。そのため、炭素菌は従来より生物兵器の代表格とされており、2001年には実際にアメリカでテロに使用され、死者を出している。日本でも、1993年に、オウム真理教が、 東京都江東区亀井戸の新東京総本部、陶器場の主たる事務所でもあったで実際に噴霧している。死傷者こそ出さなかったものの悪臭が周辺に漂う騒動となった亀井戸一周事件。自然界における炭素菌への感染は炭素菌が含まれる土壌などへの接触によることが一般的である。この場合炭素菌は皮膚に感染、皮膚炭素するが、この皮膚炭素は 治療を行わなかった場合でも、致死率は約20%、適切な治療を受ければ約1%まで下げることが可能で、兵器としてはそれほど問題はない。兵器として使用する場合は、皮膚炭素では威力不足であるため、空気中に散布して肺に感染させる必要があるが、エアロゾル化にはある程度の技術力が必要である。炭素菌に、 有効なワクチンは存在するが、炭素菌の兵器としての欠点は感染力が弱い、ことで人から人へ感染することはない。他方でこれは、その後にその地へ、味方が進出した場合に被害を受けない、という面では、利点でもある。天然痘は1980年に撲滅が、風から宣言され、以降死痘の接種は行われなくなった。そのため現在では、 多くの人が天然痘に対する体制を持っていない。このような状況で天然痘によるテロが起きた場合、速やかな対処は不可能である。撲滅宣言後にもソ連は天然痘ウイルスを生物兵器として国費に量産、備蓄しており、ソ連崩壊後にウイルス株や生物兵器技術が流出した可能性が指摘されている。万が一の事態に備え、各国では 天然痘に限らず、各種ウイルスに対するワクチンの保管を、ある程度行っている。アメリカ合衆国連邦政府は、バイオテロなどに備えて、全国民に、接種できる量の天然痘ワクチンの備蓄を決定し、2001年1 2 0 0万人分だった、備蓄量を、2010年までに3億人分まで、増やしたが、追随する国はない。現状では、保険的な意味しか持たないものに、 そこまで予算をかけるのは難しく、十分な数が確保されているとは言えない。しかも、天然痘ワクチンには、ごく稀に重い副作用が起こる場合もあり、万が一のために、再び首都接種を義務化することは、好ましくない。現在、ウイルスの遺伝子を組み替え、特定の細胞だけを感染、死滅させる研究が特にがん治療の分野で行われている。この技術を応用すれば、 人工的に、抗ウイルス剤の効かない薬剤体制ウイルス、また、鳥インフルエンザのように人類が全く免疫を持たないウイルスの開発が可能である。テロ目的の遺伝子組み換えウイルスの開発、研究は禁止されていても、これを監視するシステムは全ての研究機関にあるとは限らず、世界のどこかでいつこのような開発が行われていてもおかしくない。また、 これらの人工ウイルスに対するワクチンは当然存在せず、テロリスト、開発者自身は所持している。可能性が高い、流行してから初めてワクチンの開発が可能になるため、ワクチンができるまで早くても3から6ヶ月かかる。国民全員分を用意するにはさらに時間がかかるため、多数の死者が出る恐れがある。アメリカの生物兵器研究は、フランクリン・ルーズベルト大統領と、 アメリカ合衆国陸軍長官の下で1941年10月に開始され、生産施設はインディアナ州テラオー,オートに建設された。フレデリックのホートデトリックの施設で、対人及び穀物を対象とした、大植物兵器が開発された。アメリカは、炭素菌、吸熱、ブルセラ菌、ボツリヌス菌、ヤト病菌、馬農園ウイルスなどの大量生産と兵器化に、 成功した。英国や旧ソ連などの科学者からなる国際科学委員会は1952年に朝鮮戦争でアメリカは日本軍の731部隊のデータをもとに最近戦を実施したとしている。歴史家のキャサリン・ウェザースビーはこれを北朝鮮、ソ連、中国が絶造したプロパガンダとしたが中島博明は実際に旧日本軍のデータに基づく。 最近戦が行われたと結論付けている。1969年にニクソン大統領は攻撃用の生物兵器の研究開発を中止することを決定した。この決定に至った理由は、ベトナム戦争の枯れ破剤の使用で非難を浴びていたこと、生物兵器の開発競争によって多くの国が安価に生産できる大量殺戮兵器の保有国になると、アメリカの軍事力が 相対的に低下すること、生物兵器に自国にも被害を及ぼす可能性のあるブーメラン外があることなどが指摘されている。アメリカは1975年1月22日にはジュネーブ議定書を批准、1975年には生物兵器禁止条約 BWC を批准した。ソ連は1972年に生物兵器禁止条約に署名したが、 それ以後、密かに、生物兵器の開発を強化した。ソ連は次の十一種を、生物兵器化し、貯蔵していた。そしてさらに多くの種に対して、基礎研究を進めてた。炭素菌、ペスト菌、ヤト病菌、ツラレミア、ビソ菌、ブルセラ菌、コクシエラ菌、急熱、ベネズエラバ農園ウイルス、ボツリヌス菌、ブドウ球菌エンテロトキシン B、天然痘ウイルス、 マールブルグウイルス。これらのプログラムは膨大になり、52の極秘施設で5万人を超える人々を用いて実施された。例えば、兵器化された天然糖の年間生産能力は90から100トンだった。1980年代と1990年代には、これらの生物兵器の多くが熱、寒冷、抗生物質に耐性を示すように遺伝的に改変された。 1990年代にボリス・エリツンは1979年に68人以上の死者が出たスベルドロフスクでの事故の原因が炭素金漏出であること、また攻撃的な生物兵器開発を行っていたことを認めた。ソ連崩壊後、これらの生物兵器技術は他国に流出したと言われる。生物兵器開発の責任者であり、 アメリカに亡命したカナジャン・アリベコフは1999年に著書バイオハザードでソ連の生物兵器開発について詳述した。ステプノゴルスク細菌科学技術研究所は炭素菌の感染症、炭素症による細菌攻撃の開発を行った。ボズロジデニア島では1930年代から生物兵器の研究が開始され、1992年まで 実験が行われていた中国では1980年代に生物兵器開発計画が行われた。ソ連の生物兵器開発機関、バイオプレパラットの元指揮官の一人であるカナジャン、アリベコフは、ソ連は偵察衛星により中国の核弾頭試験場近くで生物兵器研究施設及び製造工場の存在を確認していたと断言した。ソ連は、 1980年代後半に中国の2つの地域で別々に発生した出血月の流行がウイルス性出血月の兵器化に関与した研究施設における事故が原因であると疑った。1997年1月、アメリカ合衆国国務長官マデレーン・オルブライトはイランとの国へ中国が生物兵器を輸出している疑いがあると述べた。2002年1月16日、 合衆国は従来からの主張に基づき中国の産企業に対し化学兵器及び生物兵器の製造に使用される材料をイランに供給したとして制裁措置を課した。これに対し2002年後半に中国は軍民療養に利用可能な生物学的技術について生物療養品及び関連設備技術輸出管理条例を施行した。2001年 中国人民解放軍の調査で、これら、炭素菌、発信チフスなど、約15種類の細菌類を年間約1トン以上も、生産、保管できる能力があることが確認されている。2009年、韓国国防省は、北朝鮮が2500の5000トンの化学兵器と、生物兵器に使われる13種類のウイルス、細菌を保有している、可能性があると指摘し、 北朝鮮を世界最大の科学、生物兵器保有国の一つと認定している。韓国の政府系、シンクタンクである、韓国国防研究院が2016年に発刊した資料によると、北朝鮮が保有している生物兵器用の病原体は13種で、そのうち兵器化が進んでいると推定されるのは、炭素菌、天然痘、ペスト、コレラ、ボツリヌス菌の5種である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。